大山慎介のみんなの北海道2100。関西そして全国の皆さん、おはようございます。北海道田舎プロデューサー大山慎介です。大阪 MBS ラジオのスタジオからお届けしていきます。10月も半ばも過ぎました。この時期よくよくあるフレーズで、お聞きするフレーズでね、寒暖の差が激しいのでお体大事にしてくださいね。いや、その通りなんですよ。その通りなんですね。ところがこの時期北海道に行ってみようかなっていう方、必ず最低気温をチェックしてくださいね。これ僕時々言いますけど、本当にね、最低気温をチェックしてください。最高気温ばかり見ないんでね。今年夏がね、とんでもなく北海道も暑かったんで、で秋になって急にまたですね、10月の最低気温寒いのでね、この点本当に気をつけてもらえたらなと思います。はい、そして今週です。今週はお便り特集です。たくさんいただいているおはがきとメールからご紹介して、あ、そっか、そういう風な捉え方もあったのかとかね、あるいは聞き逃した方は、ポッドキャストや YouTube でぜひ聞いてみていただけたらなと思います。今週はお便り特集です。大山慎介のみんなの北海道2100。大山慎介のみんなの北海道2100、今週はお便り特集です。まずね、10月になってたくさんいただいたことからちょっとねご紹介したいと思います。というのは、この番組がですね、おかげさまで今月16年目になりました。ちょっとね、番組名が変わったりもしたんですが、結局同じなんですよね。北海道と全国の方が、特に北海道と関西がどんな形で一緒に元気になれるかなと、シンプルにそんなことを思いながらですね、今月16年目になりました。もうたくさんいただきましたね。番組15年おめでとうございますとか、たまたま本当にいただきました。その中からちょっと2つだけご紹介しますね。堺市、大阪堺市のあさみさんですね。今日はこの番組の歴史を感じられました。あ、そうですね、15年のことをちょっと振り返りましたからね。これは10月1日に、放送したのかな。言葉で15年が経ち16年目になると聞くと、あっという間のように感じますが、様々なことがあったんだろうなと思います。ちょっと暮らしからスタートして、今は都会と田舎が手を取り合い、お互いが良くなるために子供にスポットを当て考えられていると聞き、どんな未来になるのかなとワクワクしますね、っていうあさみさんのメールでした。ありがとうございます。そうなんですよね。まず北海道と関西、そしてこの番組はですね、九州も中京も関東からも、もちろん北海道からもたくさん聞いていただいてるんで、いろんな地区がそれぞれのですね、いいとこをですね、ちょっとずつ出し合って、苦手なところをこう補い合って、そして少しずつ元気になりましょうということなんですね。それは都会と田舎という、そういった表現もありますし、あるいは海の近くと山の中とかね、そういった環境の違いもありますよね。それから世代の違いというのもありますよね。そういう意味では皆さんが少しずつ元気になれるような、あるいはそんなきっかけになるような、そんな番組をですね目指してるんですね。そしてあさみさんがおっしゃっていただいた通り、子どもにスポットを当てっていうのは、例えば少子化という言葉一つでは片付けられないような、まあ根底には晩婚化と、あるいは未婚化ということがありますからね。その未婚化は経済的理由でできないと、結婚するしないはね、本当ご自由なんですよね。ですが経済的理由で結婚できない方がたくさんいらっしゃると、どんどん増えてると。それじゃどうなのかなと。ですから今の子供、
そうですね、平均余命でいうと高校生は普通に2100年を迎えますっていうことなんですね。まあワクワクしますし、ちょっと責任感っていうかね、そんな硬い言葉じゃないんですけど、やっぱりなんかしたいなと、そんな気がする大山慎介でございました。でもう一つだけね、この16年目の関係でご紹介しますね。大阪八尾市ですね、ちふみさんですか。毎回とても楽しく聞いてます。15周年おめでとうございます。今回の過疎過密による税金の使い方についてはとても考えさせられる内容でした。今日本全体が直面している問題はここにあるんですね、というね、ちふみさんからのおはがき、ありがとうございます。そうですね、住んでる環境によってまずね、ご自身のこと重要じゃないですか。そしてご家族重要、お友達重要と、大切だと、あ、もうそれも当然ですよね。ところが日本の中でそのお友達30人で生きてるわけじゃないんで、ご家族3人だけで生きてるわけじゃないんで、1億2000万人で生きていて、まあ、世界までとはあえて言いませんけれども、少しずつ環境が違うことを認め合った上で、あ、お金の使い方ってさ、もうちょっとこう考えた方がいいんじゃないのかなとかっていう議論、これがなかなかできていないと私は思ってます。なぜかというと、やっぱりね、今国会の話もありますけれども、投票率とそれからですね、一票の格差、これがダブルダブルで過疎地域が一票が重くなっているということなんですよね。またね、そのことも含めてちょっとずついろんな町の情報の背景にそういったことがあるんだということもね、時々お伝えしていこうかなと思ってます。そして市町村町をいろいろご紹介しました。9月はですね、まず十勝の幕別町、そして番組ではおなじみの幌加内町、そして東北海道の標茶町、今日はこの3つをねご紹介していきたいと思うんですよね。まずですね、これは十勝の幕別町の放送をした時ですね、幕別町の、役場の方が出ていただきました。商工課のですね、西島課長なんですけども、この課長さんね、後でちょっと役場の方に聞いたら名物課長らしいですね。なんかもうね、もうマイク持って、観光バスに乗って紹介するというくらいパワフルかつバイタリティあふれた方らしいですね。いや、いい話聞けたなと思ったんですけれども、たくさんのご反響いただきました。まず1つ目いきますね。神戸のケンさん、ナウマウンゾーリ大会ってなんて愉快なネーミングなんでしょう。そうなんですよ、これたくさんいただいたんですよ。ナウマウンゾーが発掘されたんで、幕別町でですね、記念館もあるんです。それとスリッパ卓球っていうか草履卓球っていうかね、それがこう一緒になって、じゃあ世界ナウマン草履卓球大会というのをやってみようということで、今幕別町で頑張ってると。このネーミングがなんて愉快なんでしょうとか、可愛いでしょうとかね、たまたまなご感想をいただきました。じゃあ2つ目いきますね。兵庫赤穂市ですね、ラジオネーム笹ゆりさん、今週も聞きましたよ。本当に帯広に近いですね。そうなんですよ、帯広って結構知られてるんですけれども、幕別が帯広の隣ですからね、隣でありですね、通勤圏であり生活圏ですね。それなのにドーンと自然が豊かで豊富なんですよね。ですから笹入さん、赤いサルビアは見たことがありますが、ブルーサルビア知りませんでした。朝ドラ見てましたのにぼーっと見てたんですね。サウナの後に水風呂の代わりに凍った湖に、とびっくりしました。何か楽しいことばかりのようですね。ワイナリーもあり、ウインナーソーセージもありということ、本当言うことなしです、という笹入さんのメール、ありがとうございます。これはね、確かにね、食材の豊富さに加えて、自然の風景、そしてそれを活用した様々な取り組み、あるいはですね、その仕組みだけじゃなくてですね、地域の方の頑張りも入ってるんですよね。そんなことをやっぱり感じていただいたんですかね。もう一つだけ紹介しますね。幕別町の会ですけれども、これはラジオネーム
あきちゃん、堺市の方ですね。私は今年6月に函館小樽札幌美瑛富良野と観光してきましたよ。でも今回のマクベツの商工課の西間課長の放送を聞いて、次は十勝を含めた道東方面を観光することに決めました。そうなんですよ、マクベツって観光地っていうことではね、北海道内道民でさえですよ、マクベツがこんなにコンテンツあったの、楽しみあったのって、そんなですね反響もいただきました。盛りだくさんで、まさに大山さんの言う通り罪なツーリズムですねと。中でも私はサウナが大好きなので、自然の湖を利用した水風呂があるサウナは絶対に外せません。放送を参考にして、これからゆっくり観光計画立てます。そして10月28日か29日にはインテックス大阪へ行って、トカジブースにお邪魔しようと思います。あ、そうなんですよ、この西島さんがおっしゃってた10月の28、来週ですね、28、29日、世界最大級の旅行博覧会、ツーリズムエクスポジャパン2023、これが行われるんですね。28、29日が一般公開ですので、ご関心のある方、これたくさんいただきました、行きますよっていうメールいただきました。ここでもね、トカチが頑張るのかなと思うと、非常に嬉しいなと思いますね。大山慎介のみんなの北海道2100。大山慎介のみんなの北海道2100、お便り特集続けます。まずですね、これは9月10日放送分ですね。幌加内町の会ですね、地域おこし協力隊で幌加内に来ちゃいました、3ヶ月経ちましたっていうね、向井さんにお電話をつないだ会でございました。まず岸和田市、美智子さんですね。幌加内町、そばの生産日本一、初めて知りました。そっか、そばの生産量日本一、幌加内、まだね、知られてないんだって思ったら、兵庫県のですね、智子さんからこんなメールいただきました。本州にいると、そばといえば信州のイメージなんですが、北海道にもあったんですね。ゴーン。これはね、本当にいい勉強になりましたし、私の力不足を感じました。あの、そばの生産量は47都府県で北海道がダントツの1位です。その中でも全部の市町村含めて幌加内が生産量、作付面積すべてにおいて1位です。で、そば粉、これをですね、信州の方にも各地にもですね、購入していただいているということなんで、幌加内としてはもっともっと自分のところで製麺できるように今頑張ろうということでね、やってますけどもね。そば北海道にもあったんですねと、生産量日本一どころか、そんな感想、まだね、私の言葉が足りないし、 PR 不足だなと、情報不足だなと思って反省したということなんですが、そしてその向井さん、3ヶ月経ちましたというね、幌加内にやってきましたと、関東からでしたもんね。これはですね、伊丹のゆかりさんです。あ、いつもありがとうございます。向井さん、 JR の運転士の仕事から人口の差がありすぎる地域への移住、本当に心からの強い思いがないと決断はできませんよね。雪にはびっくり、家の中は最高と言われてましたけど、他のところで聞いた話だと、家の中は冬でも半袖って本当ですかっていう、あ、ご質問もありましたね。そうですね、関東からですね、首都圏から JR を辞めて幌加内町に行って、今地域おこし協力隊で頑張ってる向井さん、この決断は本当に素晴らしいということと、向井さんがね、最初地域おこし協力隊で幌加内に行く前に下見をしたと、その時に雪にはびっくりしたけど家の中は最高といったお話、このことをね、ゆかりさんが、やっぱり耳に止まったんですかね。で、最後のご質問、家の中は冬でも半袖って本当ですか。これはね、さすがに半袖はね、どうかな、半袖の人いるかな、つまり
ガンガンストーブを焚いてるとかっていうイメージお持ちの方いらっしゃったとしたらですね、そうでもないんですよ。まずですね、家の作りが違う。でちょっと古い情報で恐縮ですが、 7,8 年前私勉強した時には、その時点でですよ、昔20年前30年前に画期的な住宅の建築方法ができた時に、家全部の隙間をですね集めると新聞紙1枚くらいだったと。それが 7,8 年くらい前ですかにはですね、測ってみると名刺1枚、つまり高気密高断熱なんですよ。で二重窓って言ってもですね、一つの窓が、窓自体が二重で、それが2つなので、言ってみたら4枚、そういうふうにですね、家の作りがまず違うんですよ。ですからエコじゃないっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうふうにガンガンストーブを焚いてるってことではないんですね。まあ確かにね、湯上がりのビル欲しいなって冬言う方多いか、それはありますね。でアイスクリーム美味しいとかね、その時に半袖の人もいるのかな。でもずっと半袖ってわけではないですけど、その裏には建築ここがあるんですね。もちろん暖房のシステムも非常にエコで効率的になっているということもありますね。でも僕の幼少期を考えたらね、寒かったですよ。やっぱり本当もう50年以上前になると本当寒かったですよ。最近ですよね、こういったこの10年20年建築方法がしっかりとされて、木造住宅でもですね、本当に高気密高断熱なんですね。でもう一つご紹介しますね。奈良市ラジオネームマウントフットさん。鉄道の運転士から幌加内町に引っ越し、そして今新しい仕事に頑張っておられる向井さん、決心があったと思います。私も日常の中で新しいことに挑戦する勇気をいただきましたっていうね、メールをいただきました。ありがとうございます。僕ね、この番組ずっと続けさせていただいてね、あ、そんなこともあったのっていう情報の側面と、それからその年齢でそういうことで頑張ることができたのと、だったら私もとかね、いやそこまではできないけど私ならこんなことできるかなとかね、人模様、いわゆる観光情報とか、それから食べ物とか、あるいはまあ地方財源論もあるんですけども、人の行動って言いますかね、人生模様、人模様が自分に照らし合わせて、あ、じゃあ自分だったらこうしようかなとか、あるいは元気もらったとか、そういったおはがき、メール、ずっと15年読ませていただいて、少しでもお役に立てるように頑張りたいなと思ってるんですね。マウントフットさん、元気いただいたということで、でもね、無理しない範囲で頑張ってくださいね。そして最後はですね、標茶町の地域おこし協力隊の伊藤さんにお電話をつないだ回ですね。東北海道です、標茶町はね。まず北海道の札幌からのおはがきをちょっとご紹介したいんですけど、標茶町3つの空港に近い、釧路湿原が一番占めてる、分かって嬉しかったです。そうなんですよ、北海道民も知らなかったという方結構いらっしゃいました。確かにね、179市町村あると、で面積もね、近畿の 2.5 倍あると、もう知らないことだらけと、特に札幌市民の方が多い、そういう知らないことがですね。そしてその伊藤さんに関するね、お話、そして標茶町に関するお話もたくさんいただきました。まずですね、これは大阪のマリコさん。今回の標茶町地域おこし協力隊のお話、とても興味深いものでした。まさかのアブダビから標茶町とは。そうなんですよ、アブダビで勤務してて、そして標茶町に移り住んだと。ここが皆さんね、びっくりされたと。そして冬の標茶町リポート、ぜひ聞いてみたいですと。標茶町ホームページから地域おこし協力隊の皆さんの活動を各 SNS で拝見しました。皆さんとてもアクティブに活動していらっしゃるんですね。見ているだけでワクワクしました。これからも応援していますよ。っていうマリコさん。ホームページ、SNS をチェックしていただいて、おはがきをいただいたと。もう感動ですね。はい。そしてもう一ついきます。
これはですね、尼崎市ですね。ラジオネーム天野陽さん。おととし2021年の冬に標茶に行きました。霜が降りた寒い朝でしたが、そこで見たタンチョウヅルはすごいの一言でした。タンチョウの舞も最高で極寒ですが、積雪がないので関西人には助かります。今度は灯籠や釧路湿原に伺いたいです、という天野陽さん、ありがとうございます。そうなんですよ、あの空港が近いんでね、結構標茶のファンって言いますか、釧路湿原のファン一番標茶ちゃん多いんでね、そういったアウトドア派の方とか関西からもたくさん行っていただいてますね。今後も標茶町ちょっとね、頭の隅に置いてウォッチしていただけたらなと思います。大山慎介のみんなの北海道2100。ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のコーナーです。子供ってことをキーワードに、先ほどもちょっとね関心を持っていただいた方がいらっしゃって、そのメールもご紹介しましたけれども、2100年ってあと77年後なんですが、あっという間なんですね。で、じゃあ2100年のためにというふうに具体的に推計難しいですよね。でもこの子供たちが孫たちが迎えるんだ2100年をって思ったら、今年こんなことしようかなとか、あと5年間でこんなことしようかなとか、そういうふうにですね、身近なところからやっていくと、そんな本当に小さな NPO なんですが、サポーター募集してます。みんなの北海道2100で検索していただくと、 NPO の方をね検索していただきますとですね、登録が1分で終わります。ニックネームで OK なんで電話番号もありません。で、こちらからメルマガを送らせていただいたりですね、サポーター限定の、限定と言いますか、サポーターの方のオフ会、これまた大阪でですね、関西で、もしご希望ければ京都とか神戸にも私お邪魔しますんで、サポーター登録お願いしたいと思います。大山慎介のみんなの北海道2100。今週の特産品プレゼントです。今週は幌加内町から新そばでできました半生そばのセットです。5枚入りが4袋8食分プラスプレン、まあ入ってない分ですね、4袋8食分だから16食分ですね。1袋 240g 入りです。で、この半生は常温で60日持ちます。製造から60日持ちますんで、ちょっと一人で食べられないっていう時にはお裾分けしてください。で、地元の方に聞いたら常温で OK なんだけど、やっぱり冷蔵庫に入れておいた方が若干風味がいいんじゃないかなって、そんな話も聞きました。このセットをですね、3名の方にということです。宛先お伝えしますね。メールです。すべて小文字で m2100@mbs1179.com。 おはがきです。郵便番号 530-8304 MBS ラジオ大山慎介のみんなの北海道2100、こちらまでお願いします。今週のキーワード、これはもうね、ありがとうございますと、16年目ありましたということで、キーワードは16年目ということでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日27日ですね。さまざまなご感想お待ちしてます。ご紹介した方には厚沢部町のおらいもくんグッズ送らさせていただいてます。大山慎介のみんなの北海道2100。そして10月1日分の当選者の発表です。この回が15年経ったというね、回だったんですけど、幌加内そばのこちらは乾麺ですね。乾麺15年だったので15箱お一人にと、その方は芦屋市の須田優子さん、おめでとうございます。15箱
あ、でもねこれ1年くらい持ちますんでね、ぜひ楽しんでください。そして月間プレゼント続いてます。10月の月間プレゼントは北海道を代表する観光グループ、もうね本当に NPO 法人もお世話になってるんですが、野口観光グループから宿泊券5万円分です。野口観光グループ、ぜひホームページで確認してください。北海道ちょっと無理だなっていう方、関東にもね箱根湯河原にもありますんでね、お一人にと、宿泊券5万円分お一人にということです。こちらのキーワードは野口観光ということです。宛先は今週のプレゼントと同じです。今週のプレゼントとダブルエントリーもできますので、どちらもご希望されたい方は今週のキーワード16年目と今月の月間プレゼント野口観光、両方書いてお送りください。ということで16年目に入っての初めてのお便り特集、先ほどもちらっとお伝えしましたが、いろいろな街の情報の他にですね、もしかしたら地方財政もあるいは国の財政の話も時々お伝えしますし、何よりも人、こんなことでね活動してます、決心しました、あるいは自分のですね身の回りのことでこういうふうに今後考えてます、そういったさまざまなおはがき、メール、番組に対するご感想とともにですね、今後もお待ちしていますんで、この番組を通してですね、皆さんちょっとずつ何か気づいたりですね、参考にしていただいたらね嬉しいなと思いながら、今後も頑張っていきたいと思います。大山慎介のみんなの北海道2100、お相手は今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。